郡上市の白鳥にある神明神社ですね。神明神社行っていきたいと思います。この辺りは、ね、白山神社、白山神社多いんでなんかちょっと珍しいですけどね。駒井さんがいて、じゃあ上行きますか。結構急な階段なんで雨の日は気をつけてください。広い敷地ですね。こちらは拝殿であり神楽殿でありというような感じだと思いますけど、社務所には人がおらんですね。雪が降る地域だから、こう雪がっこいされてるんですね。行ってみますか。怪我ゴミ頑丈っすね。特徴的な駒井さんですね。ちょっとカエル顔と言えばいいのか昔の駒井さんなのかな。はい、ぜひ参拝してみてください。ちょっと面白い駒井さんがいますね。